ホバークラフト、ホバークラフト、英語、ホバークラフトは、平坦な面であれば、地上、水上、雪上を区別なく進める乗り物である。この故障は商標であり、一般故障は、エアクッション艇、エア、クシャンビアケル、アッコブ、または、空気不要艇。日本における運用では、主に水上を走行することから法律上は船舶に分類している。 近年の新聞や書籍では、ホバークラフトとの表記が多いが、広くは、ホバークラフト、ホーバークラフトのどちらも用いられている。発音上は、アメリカ英語だと、ホバーの方が近く、イギリス英語だと、ホーバーの方が近い。発祥の地イギリスからライセンスを得て、建造を進めた三井造船では、ホーバーの方を採択、日本国内の運航各社、大分ホーバーフェリー、 空港ホーバークラフト、日本ホーバーラインなどもこれに習った。右行航,航路で運行していた当時の国鉄でもホーバーと呼びかつての運航地域ではそちらの方が一般的である。ホーバークラフトは上から吸い込んだ大量の空気を停体の下にある海面に直接吹き込み続けることで海面から浮上する。停体下部はスカートと呼ばれる合成ゴム製の エアクッション用側壁が四方垂れ下げられており、吹き込まれた空気を運行上十分な高さで保持する。この側壁下部と水面、または地面との隙間から常に空気が漏れ出ることにより、完全に停滞のすべてが空中に浮かぶため、平坦な面上では接触抵抗が全く発生しない。この隙間より大きな凹凸でもスカート部によって作られた。 空気不要空間の高さまでは金属製の停滞に接触することが避けられる。スカート部への空気の圧縮を止めれば空気圧による浮揚力が失われて停滞の底部がそのまま水面または地面と接触する。水上でそのような事態が起きても水中へ沈まないように停滞は船と同様の水密構造を備える。ほぼ全ての機種では 飛行機のように空気を押すことで推進力を得るためのプロペラを備えるが、例外的に水中にスクリュープロペラを持つ機種もある。浮上しているため水面や地面の抵抗を受けずに高速に航行できる。平坦な場所であれば陸上でも使用できるが、沼地以外では凹凸が障害となるために、実際には水上で利用されることが多く、ほとんどは船舶としての扱いを受ける。 ゼロ速度飛行機の一種である。ホーバークラフトは、イギリスのブリティッシュホーバークラフト社、ブリティッシュホーバークラフトコーポレーションの商標であるが、同社が一般名称としての使用を認めているため、正式名称である、エアー、クッションビークル、アッコブイコールエアクッション艇よりも、ホーバークラフトや、ホーバークラフトと呼ばれる方が普通になっている。船舶検査において、 ホバークラフトは対応を航行することができる船舶であり、外洋で遭遇する各種気象条件、波浪条件に対応できる元船並みの取扱いとして、小型船舶機構には任せないため特殊泊として扱われているが、これは実情を反映しておらず、競技用の小型テーマで元船並みの取扱いとなって、煩雑を極め、かつ実質的に競技艇を建造することができなく、 なってしまうので、競技関係者の働きかけによって、全長6メートル未満の艇は、暫定的に、簡略基準を用いることになった。それから相当の年月が経過し、日本国内でも多目的汎用ホバークラフトが、少しずつ使用されるようにな、使用要求も、各方面から出てきているものの、法規制は、簡単には変更されず、全長6メートルの制限が継続されている。 そのため実際の汎用艇は4から6人の利艇に制限される。民間旅客用としての開発当初、ホバークラフトは高速性や水陸両用などの特性から夢の乗り物、近未来の交通機関として注目された。一例として、小説、日本沈没にも、ホバークラフトが日本において高級ヨット程度の一定の成功を収めている未来が描かれている。 実際には特に1960から1970年代にかけて民間航路への投入が相次いだが次第に様々な短所、騒音、高い戦下と燃料費、悪天候に弱くわずかな波行でも欠航になりやすいエアクッション、スカートのメンテナンスが大変が浮き彫りとなり徐々に民間航路からは駆逐されていった。2009年以降、 ホバークラフトの民間定期航路はイギリスに1航路が残るのみとっている。発祥の地イギリスでは、英仏間のドーバー海峡で海上高速輸送を実現するため、1966年にホーバーロイド社が複数の連絡航路でホーバークラフトを就航させ、各地に専用発着場、ハバーポートが作られた。中には発着場のすぐ脇を通る列車から直接乗り換えられるように、 専用駅が作られているケースもある。当初は、ブリティッシュホーバークラフト、BHC 車建造の SRN6 型艇による旅客のみの運行だったが、数年で車載が可能な大型の SRN4 型艇を導入した。1968年には、イギリス国鉄、BR もフランス国鉄、SNCF の協力のもと、 C スピード車を立ち上げ、SRN4 型艇による運行を始めた。一時期は、フランス国鉄が、セダム車建造によるフランス製ホーバークラフト N500 型艇を提供したが、故障が多く数年で引退している。1981年、経営効率化のため、ホーバーロイドと C スピードの両車は合併し、新たにホーバースピード車が設立され、運行を引き継いだ。複数あった。 英仏連絡航路は、やがて、ドーバーカレー艦に一本化された。ユーロトンネル開通後も活躍を続けたが、船体の老朽化とウェーブピアーサー型の高速船への置き換えに伴い、2000年10月をもって、ホーバークラフトの運航を終了した。最後まで残った2隻の SRN4 型、プリンセス・アン号とプリンセス・マーガレット号は、イギリスのホーバークラフトミュージアムで示せ保存され、 公開中である。イギリス国内で唯一残る定期航路は、ポーツマス海岸の駅前からワイト島への連絡用に、ホーバートラベル社が運航する便で API-88 型艇により現在も旅客輸送を続けている。冬場に海面凍結がある北欧では、ホバークラフトが利用された。デンマークのコッペンハーゲン国際空港と海を隔てて、 対岸のスウェーデンの丸目の間は連絡橋が開通する以前に SAS スカンジナビア航空のホバークラフトが運航された。API-88 型艇による運航だったが、固まらん型高速船への置き換えによって運航終了となった。中国では、黄河の観光遊覧用に一時期用いたが、到着時には船体が泥で真っ黄色になり、 マイビンの運行前に洗い流し作業が必要だったという。香港では、イギリス統治下の1970年代に、香港ヤウマティフェリーが、ブリティッシュホーバークラフト社製のホーバークラフトを大量に購入し、中間、セントラルから、香港市街地内の美、誠、チムシアッチ東部、チムサーチョイイースト、北隅、ノースポイント、太古城、芝湾、三堤つつや、ニュータウンの湾、 西医、東門、黄金海岸、離島の長須島、南東島、坪洲島などへの航路を相次いで開設し、香港市民の日常的な交通手段として発達させた。しかし、地下鉄や新たな海底トンネルの開通によって乗客を奪われ、2000年までにこれらの航路は全て廃止された。また、香港からマカオや広州、蛇口、 新線への航路にもホーバークラフトが就航したが、現在では別の高速艇に置き換えられた。日本では長年続いた大分空港航路や宇航航路をはじめ、各地で運航されていたが徐々に廃止された。最後に残った大分空港航路での運航終了に伴い、平成21年2009年10月末をもって、国内のホーバークラフトによる民間定期航路はすべてなくなった。 普及が進んでいない民生分野と異なり、逆に軍用ホバークラフトは徐々に活躍の場を広げつつある。民生分野では障害となった前述の欠点は軍事分野ではさほど問題とはならず、逆に高速性や一般の船舶では侵入が難しい浅瀬や海岸での行動の自由など軍事作戦の幅を拡大させる長所が注目された。 軍用ホバークラフトはかつては主に近海、旋海域や河川の紹介などに入りされていたが、大型、高性能化するに従い上陸作戦にも応用されるようになっている。ベトナム戦争中に、米海軍が水陸両用の新兵器としての名称で、数隻を実践に試験投入した。投入されたのは、サンダースローをライセンス生産したベルで一種の河川紹介艇で、 あったが、大騒音によって敵に事前に察知されやすいこと、ゴム部分に被弾するとすぐに行動不能になるなど、停滞が脆弱であることが弱点とされた。さらには、陸上運用も可能であることが、米陸軍との確執を生んで、評価は芳しくなく、陸軍も試験運用した、結局、本格的に運用されることはなかった。しかし、現在でもイギリス、聖のホワークラフトは、各国海軍、 沿岸警備隊に納入されているほか、中国人民解放軍海軍も、この発想に近いと思われる小型のホバークラフト724型、戦車揚陸艦に搭載能を運用する。イギリス製のホバークラフトは、革命前のイランにも輸出され、イラン海軍に配備された。革命後は支援途絶により非稼働とも考えられたが、一部は、イランイラク戦争当時から現在に至るまで、 ペルシャ湾沿岸における同軍の紹介、兵員輸送に活用されているという。21世紀現在、軍事用ホバークラフトは、揚陸時の輸送任務においても大きな役割を担っている。ホバークラフト、エアクッション型揚陸艇は、従来型の揚陸艇よりも、はるかに高速で進行できる、ほ、上陸可能な海岸線も拡大するため、 揚陸作戦に柔軟性をもたらすことが可能となる。従来の小さいペイロードでは、人員や軽車両の運搬がせいぜいだったが、技術の向上により停滞が大型化すると、重量のある主力戦車などの輸送も可能となり、揚陸作戦への本格的な投入が実現した。米海軍や海上自衛隊では、輸送艦や強襲揚陸艦に搭載し、上陸用集艇として利用する。 軍事用ホバークラフトでは代表的なクック -19 エアクッション型揚陸艇の場合50トンを超える主力戦車を1両運搬するだけの能力を持つ韓国海軍や中国人民解放軍海軍もそれぞれクック -19 に類似した揚陸艇を製造しドック型揚陸艦に搭載しているアメリカ陸軍も輸送に無用として独自に運用している これは民間向けのホバークラフトを購入し、軍用に転換したものである。クックマイナス1に比べて設備が簡略化されており、非武装であることから、もっぱら後方での輸送、支援任務に用いられている。ソ連海軍でも輸送用の大型ホバークラフトを開発、運用したが、西側諸国とはまた異なる発展を見せた。大別して、大型の揚陸艦に搭載される、 終停型と独立、独行して揚陸輸送を行う高速揚陸艦型の2種があり、後者の代表としてはアイスト型、ボモルニク型が存在する。いずれも登場当時は世界最大の軍事用ホバークラフトエアクッシン型揚陸艇であり、多連装ロケット弾発射機など相当な武装も施されている。一部はギリシャ、韓国にも輸出されている。一方、 終定型としては、イワンロゴ普及用陸艦に搭載可能なレベド、レベット型、ムレナ型が開発されたが、イワンロゴ普及の活動が低下するに従い、陸上基地で運用されるようになり、現在、発展は停滞している。なお、これらの中型ホバークラフトにも機関砲などの武装が施されている点も、西側とは異なる思想が伺われる。ホバークラフトを、救難。 救命用として活用している例もある。社は空港での飛行機事故に対応した救難ホバークラフトを提案しており、シンガポールチャンギ国際空港やブラジルリオデジャイロ国際空港などでの導入実績がある。また、同社は遠隔治療へのホバークラフトの応用も提案している。イギリスの海難救助団体参加のデモ、 グリフォンホバーワーク 470TD をベースとた救命艇数石を運用している。日本においても研究者の間で災害時の救難用としてホバークラフトの利用、導入の提案がなされているが具体化はしていない。純粋なレジャー、レクリエーション用のホバークラフトも存在する。水上バイクなどと同様の1から3人乗り程度の小型艇で日本では オールジャパンホバークラフト社やアクム、アクアマリーンシャドが製造、販売を行っている。水上バイクと同じく高速でありながら、水陸両用性を併せ持っているため、愛好者も少なからず存在し、全国横断的な団体、全日本ホバークラフト協会も組織されている。これも、水上バイクと同様、サーフィンなどのイベントに、レスキュー用として用意される例もある。 カナダではホバークラフトが砕氷船に使われている。特別の砕氷設備は必要なく氷上を走行するだけで自重により氷が割れる。日本のヶ瀬ダムでは湖面の紹介用として悪夢、アクアマリーン社製のホバークラフトを配備している。ワールドワイドエアロス社が開発中のハイブリッド飛行船エアロスクラフトは機体下部に ホバークラフト式の硬着装置を備える予定であり、試作機ので地上滑走の試験に成功した。1877年にイギリスの技術者が地面硬化で水の抵抗を軽減させることを考案し、模型での実験に成功した。最初の完全に動作したホバークラフトは、オーストリアのが設計し、オーストリア・ハンガリー帝国海軍、カイザー・リーシェイであり、 コニヒヒリーチクレクスマリーナでもあるによって建造された c ー,ーズネルである。1915年に完成した。船体は航空機の翼系のような側面型で硬質の船底を持ち、船底下に送り込んだ圧力空気と船体上に生じる負圧によって船体を浮き上がらせ抵抗を減じるという構想であった。魚雷艇としての使用を前提に設計され、全長十三メートル。 全幅4メートル、5人のりで32ノットであった。初期のホバークラフトの研究、開発は、オーストリア・ハンガリー帝国で進められたが、当時は、軽量で十分な出力を有するエンジンを得ることが、できず、開発は中止された。コンスタンチン・チィオルコフスキー、コンスタンティン・トシャールカウフスキーによる論文、エア・レジスタンスザ・エクスプレストレーン、1927年、では、 初めて科学的検知から、地面効果と空気浮上の計算につて執筆されていて、それをもとに、ソ連の技術者であるは、空気浮上艇の開発をはじめ、1930年代半ばには、約20隻の空気浮上による、実験的な攻撃、魚雷艇を建造した。最初の試作機である L-1 は、とても単純、騒動型で3機のエンジンを搭載した。 二機の空冷式 M-11 航空機エンジンは水平に内蔵し、三機目は水深に用いた。実験では時速 130km を記録した。当時の水上を航行する船舶では最も速い部類に入った。21世紀現在、主流となっている軟質のエアスカートが付いている形式のホバークラフトを発明したのはイギリスのクリストファー・コッカレルである。 コッカレルは1952年にワイト島で一号艇を作り、1955年の試作品を民間の航空機製造会社や造船会社に持ち込んだが採用されなかった。そこでイギリス軍の支援の下で秘密裏にサンダースロー SRN1 を開発した。1959年に試作機を公開し、ドーバー海峡を横断するデモンストレーションに成功した。その後、 高い波や障害物を超えられるよう、ゴム製のエアスカートを発明した。日本での定期航路は昭和42年、1967年、九州商船による、熊本県の天草航路、島原熊本、百貫港本土が初めてで、三菱重工業がイギリスから導入した片手、光を使用した。同程は昭和42年、1967年1月に、 日本に到着した後3ヶ月ほど、試運転としての航海を繰り返した後、7月より商業運行が開始された。その後、伊勢湾航路の島勝浦観光船に移り、蒲氷、西の浦、鳥羽の間と鳥羽、二見ヶ浦遊覧で就航した。昭和40年代は、海上輸送の高速化に注目が集まっていた時期で、三井造船が国産のホーバークラフトを 複数建造し、日本海、伊勢湾、瀬戸内海、別府湾、鹿児島湾、八重山諸島、沖縄海洋博海上などで就航した。巡航速度は、時速約 80km で、黎明期に建造されたメガボルト PP5 型や、メガボルト PP15 型には、ヘリコプター用を改造した、石川島リマ重工業製の軽量、高出力のガスタービンエンジンが使用され、 後の時代に建造されたメガボルト PP10 型には、経済性に優れるディーゼルエンジンが搭載されるようになった。1970年代からその姿が、図鑑、雑誌、テレビ番組に登場したことやトミカ、ミニカーとして縮尺1、210で製品化されたことも、あり、ホーバークラフトといえば、メガボルト PP5 の姿を想像する人が多い。三井造船千葉事業所にて建造。 当初は50名程度の定員だったが、後に船体を延長し、70名程度の定員になった定もある。延長型は、メガボルト PP5MK2 と呼ばれた。ガスタービンエンジン1機を用いて、浮上と推進を行っていた。一部は韓国へ輸出された。かつては次の各地で、メガボルト PP5 による旅客輸送があった。建造されたメガボルト PP5 型定は、 以下19席。すでに前提ともリタイヤして解体されており、現存しない。メガボルト p p 後の大型化を目指し、1970年代に以下の4席が建造された。旅客定員155名でガスタービムエンジン2機を搭載した。操縦席が2階にあり、客室にはトイレもあった。百七十五年の沖縄国際海洋博覧会開催時に、 琉球海運が海洋白海上エキスポ港と那覇新港の間をスピード輸送し有名になった。また、日本海観光フェリーにより、能登半島の祖父飯田港と佐渡島の気港の間で運航された。試験高校で東京港に来たこともあり、建造元の三井造船本社に近い竹芝三橋の辺りを走行する有志を見ることができたが、1980年代に、 入って、前提が役目を終えて、解体さ、減損しない。下器の4隻が就航していた。前提密一応戦玉の事業所制である。旅客定員100から105名。浮上用2機と推進用2機、計4機のディーゼルエンジンを搭載い。いずれも大分ホーバーフェリーの大分、大分空港間で新たに就航していたが、同航路の休止後、2010年に売却された。 売却先は非公表だが2011年頃4隻揃って香港の海上に留置されていたのが国語の画像掲示板で確認されていたところが2012年11月中国船籍の貨物船により突如再び国内に運び込まれドリームアクアマリンドリームエメラルドドリームルビーの3隻が熊本県の八代信号の一角に置かれていたが2015年4月 初順に解体処分された。帰国時は、確定とも汚損破損が見られたが、特に、ドリームアクアマリンは火災により、客席部分が消失していた。残りのドリームサファイアについてはその後どうなっているか、不明。送風機で圧縮空気を車両の下部に送り込むことで浮上する。現在でも、ローラレスコンベアやや浮上式フリーベアユニットや、 半導体ウェハーや液晶ガラスの搬送装置や、エアホッケー、免震装置などに使用される。空気との相対的な運動による、ラム圧や、揚力などによって、空気力学的に浮上する。空気軸受けやハードディスクのヘッドの浮上やエクラノプラン、などの地面降下浴器や、エアロトレインなどに使用され、構造上、静止時には浮上できない。 空気を加圧することによって浮上する。特別な制御を行わなくても安定した浮上光を得られるため、実用化されている空気浮上の大半はこの方式に含まれる。負圧により吸引力を生じることによって浮上する。安定した減圧は困難なため、浮上高さが低く、軌道に高精度が要求され、浮上光を維持するための精密な制御が必要とされるため、 実用化されている例は確認されない。ホバートレインは、車輪式による粘着の限界があるとされた 300km 以上の速度における次世代高速鉄道の有力候補として1960年代 -70 年代にかけて、各国で開発が進められたが、様々な問題点があることが明らかになり、高速鉄道としての開発は打ち切られた。その後、 空港のターミナル間の輸送など一部の用途において使用される。フランスで1965年の1977年にかけて開発が進められた。サラン、ルーアン間に建設された全長 18km のオールレアン実験船で1974年3月5日に、 運転速度時速 417.6km、瞬間最大時速 430.4km の記録を樹立した。1965年のにより、フラは高速鉄道の研究予算をつけた。さらにイ e ーターボトレインの成功により、トラックテアークシションビヒクル、タケブ計画のもとで複数の試作機の製作が承認された。タケブはリニア誘導モーターによっての性能の 高速列車を想定した。異なる、要素技術が異なる試作機で試験された。1969年12月、エネルギー省は、複数の計画のために、コロラド州、プエブロに、HSGETC の建設を採択した。タケブ計画のためには、エネルギー省は異なる試作機のために試験線の建設費を払ったが、試験線の建設は遅かった。 バーティンのチームがまだリニア誘導モーターを使用していなかった頃に、タケブ計画はリニア誘導モーター、リムの開発に注力していた。ギャレットやリサーチは、車上一時式、リムに電力を供給するために 3000hp のガスタービンエンジンを備えた車輪式で標準機の軌道上を走行するリニア誘導モーター試験機、リムを制した。 リングの試験軌道はギャレットが試作機を納入した時点では、プエブロ近郊の HSGTG はまだ完成していなかった。軌道の内側のリアクションレールは設置中だった。軌道の準備が整うと、リニア誘導モーター、発電機と軌道の力学的試験は進行して1972年12月2に達した。速度は試験線の全長6.4マイルと試作機の 加速度によって制限された。より高速で推進するように2機のエンジンが追加された。これらのエンジンは J-52 の推力が抵抗と釣り合うように逆噴射するようにできていた。これにより軌道を数マイル延伸せずにより高速の試験を目指した。1974年8月14日、リンブは従来の軌道上での世界記録となるを樹立した。 タケブ計画の第2段階は、ターボファンエンジンを動力とする空気浮上式のトラクテ、エアークッション、リサーチビヒクル、タクブの試験だった。ボーイングとグラマンが設計を提案して、グラマンの案が採択された。グラマンのタクブは1972年に発表された。グラマンの努力は、タケブ計画の大部分の予算を獲得しての軌道の建設を確実にしたが、 リニア誘導モーター推進のためのリアクションレールは設置されなかった。ジェットエンジンによる推進のみでに達したに過ぎない。第3段階の竹部計画は座席を備えたリニア誘導モーター式空気浮上列車のアーバントラックテイアークシションビヒクル、ユタク部で完成した。は、バーティンのエアロトレインの設計をもとに契約を取り、1974年に プエブロの HSGTC へ試作機を納入した。しかし、余ったお金はほとんどなかったのでろう者の試作機はわずかの軌道で最大速度はわずかだけ可能だった。誘拐部の試験準備が整った時点で大半の予算は使い切った状態でそれ以上の余は出なかった。電源供給システムの必要、低エネルギー効率、騒音の水準が問題となった。 同社の試作機の最後の試験は1975年10月に終了した。以来、プエブロの施設はとして知られる、従来の鉄道車両の試験に現在でも使用される。自力で列車を浮上する概念は、ホワートレインの試験中において検討されてきた。当初、この方法は非現実的であると信じられてきた。もし、システムが電磁石を使用していたなら制御装置は、 法外なほど効果になることが予想され、当時、鉄道車両を持ち上げるほど強力な磁石はなかった。パワーエレクトロニクスの進歩により、電磁石による浮上式鉄道が現実味を帯びてきた。1960年代以末に、磁気浮上式鉄道が再び注目されるようになり、いくつかの計画がドイツと日本で始まった。同時期、 レイスウェイトは浮上と推進を司る新型のリニア、誘導モーターを発明したことにより従来の車上一時式リムのような電源の不要な軌道の建設が可能になった。どちらの場合でも列車の浮上に必要なエネルギーはホバートレインの浮上に必要なエネルギーよりも大幅に少ないエネルギーで済む。1970年代初頭、様々な磁気浮上式鉄道が 世界中で検討された。ドイツ政府は提案された案のどれが優れているかを明らかにするために複数の異なるシステムに出資した。1970年半ばの時点でこれらのいくつかの計画はホバートレインのような騒音や砂塵を巻き上げたり多くのエネルギーを費やさずにホバートレインと同水準の成果を生み出した。既存のホバートレインの計画は既存の資金で、 継続されていたが、磁気浮上式鉄道への関心の高まりと、従来型の高速鉄道の導入の両方により、徐々に下火になったと考えられる。イギリスでも、空気浮上式鉄道の研究が進められた。フランスのアエロトランが、ガスタービンエンジンで、プロペラ、ダクテッドファンを回転させて推進したのに対して、トラックとホバークラフトワリニア誘導モーターで、推進した。 ホバークラフトを開発したグループは、リニア誘導モーターが知られるようになった1961年頃以降にリニア誘導モーターの概念を取り入れた。1963年から実物大の開発の元にするために、リニア誘導モーターの概念を使用した試験機が走行を始めた。小型の試験機は、 突型のモノレールの軌道上を走行する共同型の旅客機のような形状の車両だ。水平面は走行路面で垂直の部分は案内と軌道を保持する強度を維持する構造だった。開発チームは縮小された模型の製造のために追加予算を確保した。ハイスに大きな円形の試験軌道を地上から約3フィートの高架上に建設した。ここでは 基本的な配置が変更され、軌道の断面形状が、突から大に変更された。これにより、車両の床が平坦になり、幅が広がった。この形式は1965年に走行し、次年度に開催された、ホバー小66で公開された。後に、軌道の側面の上部に設置されたリニア、誘導モーターで動くようになった。この時点で計画は、 資金不足により中断された。同時期、英国鉄道は従来の列車の高速走行の障害となるヘビ行動の問題に関する広範な研究プロジェクトに取り組んでおり、適切な指示装置を開発することによって解決される可能性が示唆された。英国鉄道は空気浮上式鉄道の概念に関する興味を失い、間もなく APT の開発に注力するようになった。 これによりハイスのチームは彼らが提案していた実物大の試験機の予算が得られなくなり、ホバー賞ではフランスが空気浮上式鉄道の開発を先導することに苦情を呈した。1967年、政府は空気浮上式鉄道の開発を国立物理学研究所に移管した。ほぼ同時期にリニア誘導モーターの開発において功績のあったレイスウェイトは 英国鉄道との関係を断絶した。2チームは共同で実物大のトラックとホバークラフトの試験機を作る努力を続けた。レイスウェイトの説得とイギリスがフランスに勝つという要因の組み合わせによりすぐに政府の資金援助を得られた。1970年にロンドン北部に試験軌道の建設が始まった。この場所が選ばれた理由は 全長20マイルの試験線を付設するための平坦な土地が得られたからだったが予算は最初のわずか4マイル分のみだった。建設費のさらなる高騰によりわずか1マイルのみ建設された。試作機の RVT31 は1973年に速度試験を始め1973年2月7日にケンブリッジシャーの実験線で向かい風20マイルの中で 時速 167km、104mph の速度に達した。この成功にもかかわらず、政府は2週間後にさらなる予算を中止した。関心が英国鉄道の一部に止まったことと、各種高速化の努力の間での内紛の組み合わせが、APT を強く進める独立審査委員会の形成を促した。1973年に予算が打ち切られたことにより、 計画は中止され、現在は実験機がに保存されている。開発関係の書類はイングランドのハンプシャーにあるに展示されている。成田空港第二ターミナルシャトルシステムのようなターミナル間の移動など世界各地の空港や大学などで運行されている。開発当初はリニア誘導モーター、リムを使用していたが、オーチスエレベータに事業が譲渡されてからは、 ケーブルカーと同様に工作で推進するようになった。これは技術的には一見交代したようにも見えるが低速での推進効率においてはリニア誘導モーターよりも優れているからである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。